はい、こんにちは、りょうぱーまんです。今日はですね、前回に引き続いてですね、また姿勢改善の方ということで、お送りしたいと思います。今日はまあ3つ目のエクササイズですね。前回までですね、胸郭の方のちょっとエクササイズ紹介してたんですけども、今日は首の方のエクササイズと、首からちょっと下の方の、部分も絡んでくるんですけども、ネックブリッジっていうのを紹介したいと思います。こちらの方ですね、最初の方にちょっとお伝えしてたりもするんですけども、硬くなりやすい部分、緩みやすい部分、ってあるわけですけども、硬くなりやすいのは胸郭でした。で、首の方は2つに分けられるんですけども、上部頸椎と下部頸椎、下部頸椎は緩くなりやすい場所ですね。なので、基本的には安定性を測っていくという形になります。でですね、まあ、今回もちょっとストレッチポール使うんですけども、これはなくても全然大丈夫です。だいたい15センチぐらいの厚みがあれば何でも OK です。本で15センチぐらい積み上げてもらってもいいですし、なんかそういう類のものがあればと思います。ただ安定したものはいいので、柔らかいものじゃなくて硬いもので15センチ分何か作っていただければ大丈夫です。ストレッチポールでやるときはですね、ちょうど、頭の触ってたところ、首下から触ってたときにちょっとへこんだ場所、ボンドクボって言われるところですけども、ポコンってへこんだところがありますので、大体その辺に当てていただければと思います。当てていただいて、肘を、で使っても首の方を持ち上げていきたいので、手を曲げます。肘を支点に持ち上げます。この時に顎は90度ぐらいします。こう下がった状態にならないように上げていただいて下げます。これはまず上げ下げを繰り返します。この時におおよそでいいので、首胸のラインが一直線になるように調整してください。結構しっかり胸を上げてもらって大丈夫です。顎は軽く上げておいてください。これを10回繰り返してもらったら、手をお腹の上に置いて手を離します。この状態で10秒間キープです。10秒間キープしたら下ろします。もう一度肘をついてもらって上げます。上げてもらったら手をお腹の上です。この状態でキープです。だいたいこの、10秒間っていうのをだいたい3回ですね、やっていただければと思います。肘を支点にして10回上げ下げ、一息ついて、10秒キープを3回ならやっていただくといいと思います。ちょっとですね、またまたなんですけども、ちょっと忘れちゃったんですけど、首の最初にこう座った状態の時に首の感じっていうのを感じておいてください。終わった後に首がどうなってるかっていうのを感じていただければと思います。感覚としてはですね、結構首の後ろがスッとしたとか、なんか背が、2、3センチぐらいなんか伸びた感じがするっていう感じの感覚を感じる人が多いです。それではまたね、胸郭と合わせて一緒にやっていただければと思います。ありがとうございました。